皆さんこんにちは。最後でございます。長い時間こうやって座っていただいて、どうに最後までこうして残っていただいて本当にありがとうございます。頑張って歌いますので、河内音頭もいろいろ流派がございまして、私は天保節でございますので、天保節といや皆さんご存知の天保三郎の直系でございまして、未だこうして頑張っております。まだまだもうちょっとやりたいと思いますので、どうかご引きによろしくお願いいたします。では頑張って歌いますので、よろしくお願いします。はい、
熱く根元で美化ならば右は巫女の松原で左に
から足をろんじっくり煮込んだこんにゃくにからしをたっぷりつけまして香りがぐいっと終われば話が聞いたのだけに涙ついだる冷や酒をふとりどくりと飲み出せば親の意見と冷やけ酒は後で回ると酔いとくそのことわだが当てはまり石ごろはひょいと横手を見たならば立派な桜ただ一人これが下代のたあんなであらぬしゃんかんざきよころのりやすとはなしきるや知らずやなならずもその名がうまくない牛ごとそこの下さよ小田原までの気合は一つ俺らの馬に乗っちゃうかれねえかい拙者は馬が嫌いで結構じゃこれどう
誠の感動をグッとこらえたか安在なきを今でも前の幻につきながら身を残しにつつたのだ屋敷の奥に今泣きと様の大鏡が今目の前にちらついてここが我慢の城熱い涙が頬をつかる
花も耳もなく落ちのように平成時代の今日までも美しい村と名を残す長いのビザをやる。